11月26日になりました相場解説に移りますずーっとね買いで取れていたんですけどもそろそろ一瞬落ち着いてますねこっからさらに買いに入っていくのかそれともね何らかの原因によってちょっとね売りに入るのかちょっとこれ様子を見ないといけない段階に入りましたけどもあくまでテクニカルでテクニカルで解説していくことにまた戻していこうと思いますえ昨日まではねファンダメンタルのこととかあとはね日銀の介入をね私がね 期待するようなことを言いましたけども、普段テクニカルで解説する人はこういうことを言っちゃいけないんですよ。ただ、あまりにもね、激しい状況の動きがありましたので、まあ、小話としてね、挟ましていただきました。やっぱりもう一回テクニカルに、純粋にテクニカルで見ていくようにしていきましょう。こちらです。じゃあ、冷やしの方を見ていきますよね。テクニカル的には、エリオット波動ではないんですけども、上昇傾向がこう強いわけなんですよ。ここでね。N を書いてどん,どんどんどん上がっていった。そして、この大きな流れで、 売りの方に傾いている時期がありますので4時間1時間の方はここで売りで取ったかもしれませんしかしですね結局大きな流れっていうのは買いの方に進んでるんですよね悪い円高って私言ってますけどもですんで原油高の影響もあってやっぱりね円は売られる方向にあるんですよそういう中で大きくここを突破していわゆるこのフラグを作った状態ですねフラッグ、うん、フラッグってのはどういうことかわかりますこうやって旗ですよ 戦国武将の旗こういったのを作って入っていった方向に抜けるって形ですよね。旗ってこういうのがあるでしょ。戦国武将の旗。こういう旗ですよ。最近でスーパーがオープンした時に大売り出しのね、ペナント、テナントってやつがありますけどね。タペストリーか。ああいうのがありますけども、やっぱり入ってきた方向に抜けるんですよ。ですんで、えっ、ー、と右肩上がりの上昇傾向が、右肩上がりの上昇傾向がさらに加速されて、 上の方に向かっていったってところで114円の254ですよ。ここを超えたら買いで入ってくださいよねってしつこく言ったところで今取れたわけでしょ。ね1円近く取れてますよ、これ。80ピップスとか90ピップスの利益をもたらしてるわけなんですよ。だからね、どんなに成績悪い方でも30ピップスとか40ピップスは取れてないとダメですよ。ここで。ね。この1週間で 利益が取れてないピピップス40ピッププススこれだから人によってね30万とか40万稼げてるでしょって話なんですよまあロットにもよりますけどね私の相場解説をきちんと見ていれば今週は黄金週になったと思います今日だから26日でしょ1週間で多分普段のお給料以上倍3倍ぐらい稼げてなければおかしいんですよね ここまではっきりしたトレンドってのなかなか出ないですからね。で、もう一回言いますよ。トレンドのこと。冷やしを見てください今、冷やしを。今、冷やしを見てもらってますけども、どういうことかっていうとね、ここを大きく捉えたときに流れとしてね、こういう風な流れがあるでしょ。こういう風な圧倒的な流れがあるでしょ。で、こういう風な流れがありますよね。で、再びこうなってるわけですよ。 少なくともここは取れてるでしょう。買いで。あれほど買いだ買いだって言ったわけですから。ここも取れてるでしょう。これは今週1週間のことですけども、買いにしか向かわない120円行くぞっていうふうに、120円っていうところまで行ってるわけなんですよ。で、その話の流れで、市場介入でもない限りはセルに向かうことはないとまで言ってるわけですからね。で、少なくとも買いで入ること。買いで入れないってったら見ること。セルなんていうのは持ってのほかなわけですよ。というところね、ここで、 改めて振り返って次の4時間に行こうかと思います4時間はい4時間はどういうふうになるかというとヘッドショルダーが起きましたんでテクニカル的に見れば売りになる可能性は高かったんですよねですんで売りも警戒しましたお話した通りですでも全体の流れが買いの方なんで ヘッドアンドソルダーが仮に起きてもね、ここで止まって、結局上昇に向かうというシナリオが書けるんで、このヘッドアンドソルダーで大きく売りで取れるってことはあんまり期待しなくてもよかったかなっていうところなんですよ。で、そうするとね、ヘッドアンドソルダーで売りに入るところか、この丸で反発して上の方に逆に上がっちゃって、ここ抜けましたよね。ここを抜けたんで、さらに、ここを抜けた瞬間に、倍で、 取っていくっていうシナリオをお話してまさにそうなったわけじゃないですかね大きく下に潜ったんでロスカット食らった方いると思いますけどもでもここで倍に入るってことをちゃんとね覚えていればここでもう一回入れたわけですよで今に至るでしょどう考えても利益取れるしかないんですよこれ1時間です1時間が今日冒頭でお話したようにほら行動の限界点横ばいになっちゃったでしょ 移動平均線も3本が一体化されてきてきるわけじゃないですので,すんで一息ついてですね大筋ではこれからバイの方に向かうっていう流れしかできませんけどももしセルの方に向かうとしたらもうお別れだと思いますけどもここですよポイントはここを超えて下に潜るようだったら115円の155からセルでエントリーをすることはありますこれは来週の話ですですね今週はもうエントリーありませんしっかりと儲けたんで金曜日ですからね ここまで利益出したら、あえて挑戦せずに行きましょう。もし、それでもエントリーをどうしてもしたいってことでしたら、倍しかありません。倍でエントリーしてください。セルの方は、なくはないですけども、セルが起きるとしたら、来週からセルに入った方が、この動きをね、下に動くのを見て、115円の155を割ったらセルで入る。で、十分間に合います。今日は以上です。 はい、随分ね、私も FX の力がついてきました。あの、もともと教わっていた人がいるんですけども、今となってはその人以上に私は FX ができると思いますし、精神力の面でもね、それからこうやって継続して発信し続けるという、そういう力もあると思いますので、たまに出てきて、それらしく言ってる人よりは、私は今の自分の方が当てになるなと思っております。これは買いかぶりじゃなくてね、自己評価を高くしてるわけじゃなくて、あの、公平に見て、客観的に見て、 そうだと言えるんですよ私もよくねここまで来たなと思いましたただ5年間かかりましたからね5年間かけてこのぐらいなら妥当と言ってもいいと思います逆に5年かけて全く FX ができてないようだったら退場した方がいいですねこれは5年かけて今日の私の相場解説今週の相場解説ぐらいのことが言えないとまあ力がついたとは言えないでしょだって今週一方的だったですからね動きが で、それをこれは例えばね120円になるまでに買いで入れって1週間言い続けることって相当力がないと言えないと思います曖昧な言い方をみんなしますからねなんか上る可能性があるとかね下る可能性があるとかね、うん、まあ可能性はもちろん可能性なんですけどもその中でも最終的に私はこうだってはっきりと強く言えることの連続でそれがどのぐらい現実化できたかそれとも確実的に断言したことが外れ続けたのかこれによって人は剥がれると思うんでね で私の場合は全て断言形ですからね今週は特に言った通りになったなというところでございますそれでは以上です